俺大っ嫌いなセリフなんですよ。うん、大嫌いなセリフですか？私は恵まれている。私は恵まれている。いるうん、大っ嫌い。もうこれ言う人も大っ嫌いなんですよ。ああ、はい。私は人に恵まれて、私は仕事に恵まれている。<あ>で、そういう風うに言われたら聞き返すんですけど。はい、誰より。ああ<ー>。そしてどのくらい？うんうんうん。私は人に恵まれてるんですよ。 誰と比べて言ってんの?うん。話してる俺に言ってんのいや、俺より恵まれてるって言ってんの?はあ。いや、そういう意味じゃないんだけど、でも、私って恵まれてるのよ。じゃ。誰なんだよ。どのくらいなんだよ。うん、言えないですよね。言えないですね。でも、恵まれてるって言いたがる人っていっぱいいるじゃないですか?。はい。マウンティングですよ。ああ、これマウンティングなんですね。私の方がっていう分母があって。 はい。恵まれている。うん。だって恵まれているって比較級じゃないですか。恵まれている、うん。誰かよりも恵まれているわけでしょ？うそうですね。か私恵まれているの私と恵まれているの間にカッコが何か入るってことですよね。そう。何かと比較して私の方が恵まれている。それじゃなかったらおかしいわけじゃないですか。うん、そうですね。 でじゃあ誰よりってそれは言えないですよね、うん、とにかくとにかく私一個上なんでみたいな <laughs> 本当でですすねねマウンンティグそういうマウンティングされたら不愉快だからム、はい、カつくんですけど、はい、で,でねその何が意外,な意外な話かっていうと「はい、俺って恵まれてるな」って最近思うようになっちゃってあ、はい、自分で「おなんだお前なえ何そんなこと考えてんの?」ってお自分でツッコミしたんですけど「はい」 ただちょっと恵まれてるなって思っちゃったんですよ。はい、で今その現場仕事通訳の方ですけど、うん、そうあれも本当にありがたいんですよ。はいお金の面でも待遇の面でもはいでありがたいないや恵まれてるなだからそれを前の今までの仕事よりああ今までの仕事より。はい、で今その英語にしても何にしても <laughs> あの即運もよくて。 うん今、うん、ちょっとそんな話だと思うんですけどはいふとあ今俺恵まれてるなって思っちゃってうん、うん、で「おいおいおい待てよと」と自分ツッコミが入りはい前他のことよりも恵まれてるって思うだそれってかこういう環境自分の気持ちなんだなって思ったわけ、うん、前の日もうすごい辛い現場もあったんでねはい それよりは全然もう最近本当嬉しくてありがたくって、はい、まあ何から何までってわけじゃないですけど本当にいろんなことがうまくいってるんでうん、うん、いお金に関してもありがたいことがあってだから盆栽作っちゃおうかななんて。うん、あそうなんですね,、まあ、で,ねでもやっぱり「恵まれてる」ってあんだけ嫌ってたセリフを自分が思ってしまったことがすごく違和感があって。せめてその だだから感謝はいいことだと思うんですよ、はい、ああ今ありがたい仕事につけてるな、うん、それいいじゃないですか。はい、で以前の仕事でいい全然ありがたい恵まれてるなだ思うのはいいけど、はい、誰かに言わないですよね。 あ言わないですね、まあ、今言ってるじゃんって言われるかもしれないけどそれは説明のために言ってるんでそうですね、うん、基本的には言わないですね、はい、誰か捕まえていや今俺恵まれてるんだよって言おうとは思わないですようんあそうですね誰か捕まえてまで言おうとは思わないです、ね、そう自分の心の問題であってああほだはい。 それに対して<ー>だからこの仕事つけてありがたいな紹介してくれたあの人ありがたいなあの出会いはありがたいなそういうふうには思うけれど今の現場の人たちまあ変な人もちょっとはいるけど、はい、でも多くの人とはすごくうまくやり取りができて、うん、でついこの間もちょっとブラジル人のお客さんクライアントがいて、はい、で訳通訳をしてる時にその担当が初めての人だったんで。 はい。俺がそんだけ英語喋れるって知らなかったから。うん。凄す,すぎですよねみたいな話になって。はい。で、まあ、う、う、嬉しいですよね。うんうんうん。で、そこでね。はい。いやー、実はね、昔ニューヨークにいてみたいなことは絶対言わないですよ。はあ、そうですねで。自分から言いたいっていう感情にはならないです。はい。っていうのは。うん。一度その英語のことで。うん,うん。別に。 望んでるとかしたいっていうよりも一つマウンティングになっちゃうんですよ。あこの人英語こんなに上手いんだって話になっちゃうから。あはい。でもそこで一度マウンティングしちゃってるんで。うん、うん、でそうなんでいや実はね二度マウンティングすることになっちゃうじゃないですか。あそうですね。でそういうふうになるとうん、うん、確かにさっき英語はすごかったけどでもそ、うん、だってその仕事でここに来たんでしょあなたはみたいなふうにもなるわけですよ。はい。で一度結果的にマウンティングその ね、英語のことで、うん、なったら「あすごいですねいや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 ,やみたいな、うん、むしろ謙遜卑下するわけじゃないけど、はい、まあそういう仕事ですしみたいなうん、うん、担当してくれたんはむしろこちらこそありがとうございますみたいな、うん、そういうふうにすると「いやすごいですねどっか行ってたんですかなんか発音とかちょっと、うん、違いますよね」みたいな「いやうん、うん、実はちょっとアメリカで、ね」みたいなそういう話はしますけど、うんはい、聞かれたら言うけどそうですね 言いたいっていう感情にはならない。うーん、そうですね。それ何故かっていうと、はい、実力でマウンティングしてるからなんですよ。お、実力で。はい、もうそういう実力で実力見せてるじゃないですか。うん、そうですね。いやこの人すごいってなるじゃないですか。はい。でその時ちょっとかなりでかいブラジル人だったんですよ。お、そうなんですね。でちょっとババババってなんか英語で言ったらしくって呼ばれてバーって言って。 話聞いたらそのタックスフリーでどうたらこうたらでパスポートがでパスポート今持ってないじゃあそれパスポートチェックしなきゃいけないからみたいなこととか。 はい、カード持ってて5%引きになるとか何とかあったらしいんですけどそれは海外発行のカードの場合で日本発行の場合は対象外なんですよみたいなことをガタガタってそれをバババ,バって英語で説明してで最終的に OK ってなって「サンキュー」って帰っていってでその女性だったんだけど最初っでっかいブラジル人がガーが言ってるしそのカードのことがどうたらこうたら。 もうお手上げみたいなところで俺がバッて言って全部解決したんで、うん、はいああすごいですねありがとうございます助かりましたで俺は実力で一回マウンティングしてるからいやいやもうそんなことなくて二度目のマウンティングなんか全然する気もないし、はい、でもやっぱり嬉しいじゃないですかうん嬉しいです何が言いたいかっていうとあ口先だけでマウンテンティングしたら気持ちいいですよ シェア増やされたらやっぱ嬉しいですよはいやっぱそういうのがあると話広まるんで、うん、なんかこの前なんかすごかったらしいねみたいな話になるじゃないですかああはい実力でマウンティングしろよと、うん、でマウンティングしたいんだったら実力つけろよと思うんですよああそうですねそしたらマウンティング自然にできますもんねそうで私って恵まれてるそんな口先だけのマウンティングなんか うん、興味なくなりますもん実力さえあればだってマウンティングできちゃうから <laughs> そうですねうん、うん、英語で困ってるところにじゃあパーって呼ばれてっていうふうになるじゃないですかはい、はい、ね実力見せればいいだけじゃないですかうんうんそうですね,ねどうたらこうたらね私は恵まれてるとか自分で感謝はいいですけどはい、うん、人に言いたくなる時点でもう、うん、おかしい それはマウンティングですねそう悪いマウンティングですよはいあ、チヤホヤされたいプロの歌手になりたいステージに上りたいマウンティングしたいそれをいいと思うし、うん、もう優越感満たしましょうって話もあるじゃないですかはい。だそういう風になるんだったらこそ上を見て実力つけなきゃ話にならないでしょっていうううん、うん、そうですね、うん、マウンティングしたいだったらそこに正しいパワーありったけ使えよっていう うんうん、そうですねダンボッチ買わない、うん、買ってる人に嫉妬するいや嫉妬じゃないんだよ俺はこれで情熱持ってってもう訳、うん、わ,わかんないこと言ってる人はもう本当に分かり合えないと思いますよ。はい そのカラオケボックスカラオケボックスにあるマイク、うん、やっぱり音響的な意味で言えばやっぱ音質どうしても悪いんで,、はい、で音質エコーを切ったとしてもやっぱり本当にいいマイクっていうのは、うん、さっきのコンデンサーとダイナミックで、うん、いいマイクっていうのは本当に自然のの音あありありと表現すするのが高いんですよはいそれをいい風に加工したってくれちゃったら余計なことすんなと思うわけ。 はい、それを本物を見たくないむしろ都合のいいものに惹かれる人は、うん、このマイクで歌うとうまく聞こえるあ私ってうまいのかもそういう風に流れちゃうんですよ。もも、うん、もうううう求求めめててるるののがが違違んでですすよねそうあそうですねそ <laughs> 俺はよくわかんないですけど、うん、まあそれでも、はい、例えば俺野菜結構好きなんで、はい、いい野菜とかちょっと遠い場所で買ってきて。 はい、いい野菜だともう本当に塩パッタ振っただけでうまいなと思うんですよ。はい野菜の本来の甘みとか、うん、そういうのを感じられたと余計なものほどいらないし、はい、これになんか余計な味付けとかしちゃったら、うん、その本物感が分かるものが失われちゃうじゃないですかでもやっぱり言い方は悪いですけど安いスーパーの野菜とかだと、うん はい、味足さないと食べれないっていうか <laughs> うん,なんかそれだけだとちょっと味が足りない物足りないしつまんないし、うん、そうですねだから本当の真の力、うん、そこがあれば余計なものいらないし邪魔に感じるんですようんむしろ邪魔になるんですね分かっていただけてると思うんですが、はい、どうでしょうね うん、そうですねじゃあ結論はい,じゃ,いじゃあその結論にいくので一旦区切らせてくださいはい